歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。伝承への道、堀越麗華ちゃん、勸玄君、大阪公演に向けて猛特訓、堀越麗華勸玄。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが伝承への道大阪公演に向けて堀越麗華ちゃん、勸玄君の稽古の状況を振り返った。勸玄君より、こんばんは、勸玄です。今日はお稽古をしました。楽しかったです。練習の道、4月15、16日の大阪公演に向けて稽古をしようか。今日のお稽古、土日の大阪公演に向けて毎日お稽古。この間のお舞台より成長できるように二人ともに頑張ってます。ファンからのコメントは、この真摯さがあれば前回よりも数段上達なさっていること間違いなし、楽しくお稽古に向き合っているというのがやらされている感覚ではないので、この子たちはまだまだ伸び続けますよ。本当にすごいですね。本当に毎日稽古、多分ブログで載っていないところでも稽古してるんじゃないかなというふうには思っております。私の感想は、麗華ちゃん、勸玄君、私の子供の子と比べて勉強も稽古も真摯に向き合っている。私は勉強も全然しませんでしたし、宿題もやりませんでした。まあ毎日なんか麗華ちゃんと團十郎さんがなんか宿題のことについてのなんかブログもアップされてますけど、本当に勉強も真摯に向き合ってますし、私は子供の頃いやいやそろばん塾に通い剣道をやらされていました。本当にやらされてる感が強いと本当にやる気が出ない状態で、自らやりたいことと歌舞伎を仕事として向き合っている二人はすごいと感じています。まあ、それも市川家にまあ生まれてきたまあ宿命っていうのもあるとは思うんですけど、そこのところをちゃんと理解しながら本当にやってるなというふうに感じますし、まあ私がもし市川家に生まれたらちゃんと稽古とかやってるのかっていうふうに考えますと、まあ疑問に感じますんで、それを考えますと本当に麗華ちゃんも勸玄君も本当にすごいなというふうには感じてます。伝承への道、堀越麗華ちゃん、勸玄君、大阪公演に向けて猛特訓、堀越麗華勸玄でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。